礼儀というのがあるんですけれども、高砂の舞台を男女混成で、まあ、4ヶ月ぐらい、2週間に1遍ぐらいのペースで稽古していただいて、最後みんなで不合唱、連儀って言いますけど大連儀をするという企画をやってるんですけど、あれ面白いなと思ってて、関西の方がされている時から気にはなってたんですけれども、大連儀に来られる方って基本的にお弟子さんじゃないですよ ね、 そうですね、お稽古されてる方じゃない、はい、どうやって教えられるんですか。まあ能って、普通はね歌い本っていうのがあって、で縦書きに書いてあって横にごまぶしっていうのがあって、それがこう流派ごとにその寄付法、ごまぶしの付け方が違いますよね、はい、同じような歌いでも記録の仕方が違うから、はい、それを使うと多分読めないじゃないですか。そうですね、うん、それをどうされてるのかなっていうのをすごく知りたくて、音が上中下に分かれているので、まあ、三線譜を書いて、で、まあ、脳の歌いは八拍で必ず区切られていますので、1から8のアラビア数字で割ったものを新しく制作して、それをテキストとして1から大連儀用の歌いを教えていますね。ただ出来上がったものは普通の歌いと一緒です。それがすごいなって思ってて、我々の感覚からすると歌い本でを使うから歌いとして成立するんだって思ってたのが、その三線譜を使ってもそれなりの歌いになっていくっていうのが、いや、よく考えられたなって。三線譜自体はその、まあ、かなり昔からあるんですけれども、はい、それを使っていかれるっていう決断されたのがすごいなって思って、ね、中にはその両流儀とか言って関ゼリをやりながら本郷流をやるっていう方も結構つわものだなとか思いながら、10年間関ゼリやった人が今後やっていますという方もありがたいことにたくさんいらっしゃって、どうやってる方は多分ご存知だと思うんですけど、流派を超えるってとっても難しいことじゃないですか。関ゼリでお稽古されてる方が今後流に合わせるとか、宝生流の歌いをされてる方はコンパイルに合わせるとかって、まあ多分難しいと思ってられる、はい、実際は素人の間では実はそんなに難しくないと思うんですけど、流派を超えるって、とってもこうハードルの高いこと。そうですね、グロートの中だったらまずありえないことですよね、まあ、大連儀だけはもうちょっと特別と、師匠に弟子入りという形をとってないので、大連儀に参加させてもらった理由としてはそこなんですよね。広まるためにやっぱりそのなくさないといけないものがあるんですね。取っ払っていかないといけないもの、まあ、それがねちょっと流儀とかそういった形式的なことだなと思って、そうやって流儀をまたいで勉強していくことができると、だからゴールが違うんですね。歌いに触れるということがゴールなので、やっぱりその人々と能楽を近づけるのに非常にいい企画なんじゃないかなと思って。もちろんね、流儀っていうのが必要ないとは思わないんですよ、やっぱり流儀っていうのがあって家元っていうのがあって芸を統括していくからこう純度の高い芸が保ち続けられるっていうところはね、それは絶対あると思うんですけれども、でも一つねこう西洋音楽に、目を向けてみたときに、はい、楽譜の読み方ってこれはなんかフランス流だとかこれはイタリア流だとかこれはなんちゃら流だっていうのは多分ないと思うんですよ。でいろんな先生について、指導を受けられる、はい、まあ、指導を受けていくっていうのが多分普通だと思うんですけれども、はい、能の場合って結構難しくって関西流で始めたらずっと関西流で続けるとかね、同じ流儀の先生につき続けるっていうなんかこうところが、プロはいいんだけれども、はい、素人はもっと自由でもいいのになって思うこともあるんですよ、はい、うん、でその時にヒントになるのは能楽大連儀だなって思ったんですね。その素人の間でつなげていく、芸をつなげていく手法としてとってもいいな、その三線譜を使って、流派もあまりこう気にせずに教えていくっていうのがとっても面白い文章だなと思って、心とかありましたか？これ難しいな、こうやって稽古は全部、全体稽古っていうこともありますし、あとはまあ期間も決まっているので、肌で覚えさせるということはまずできないんですよね。大体能楽の、稽古というのは1対1。がね、基本だと思うんですけど、一人ずつ教えられないので、目指す基準をね、下げるんですよ。なるべく分かりやすく、参加しやすく。
大連議みたいのを、まあ、小学校は難しいか分かりませんけど、義務教育のうちに、なんかね、こう導入できれば、面白いと思うんですよね。小学校の方がいいと思うんですよ。13歳から80歳ぐらいまで、まあ、教える機会が今あるんですけれども、それではね、ちょっと遅いなっていう感じがするんですよね。っていうのは、意味を考えちゃう。言葉の意味を考え始めるととっても、まあ、難しいんですよね。この問題って、複雑に文が、折り重なっていて、で、まあ、バックグラウンドのたくさんある言葉を使っていくんで、特に 歌の部分ですね、とても難しいんですよね。そこが魅力も、そういう魅力もあるんだけれども、やっぱり単純にリズムに身を任せる、声にで表現するっていう、そういう世界をもっとちっちゃい時に、意味がわからない時に、親しんでもらう方が多分ね、面白いと思うんです。多分今の中学とか高校とか、古典芸能との出会いって最悪だと思ってるんですよ。無理やり、見させられて、8割以上の子供が寝ていて、そうですね、大あくびして帰っていくって、もうそれも最悪だと思ってるんですよね。面白いと思ってる子もいるんだけれども、もっとこう、意味のわからないけれども、なんとなくこう一緒に歌っちゃうとか、あちらいやーとか、いやーとか言って笑い声が起きるじゃないですか。であれってバカにしてるわけじゃなくて、やっぱ面白いし、ね、多分一緒にやると思うんですよ、はい、なんか面白いな、おかしいなって思ってる世代に体験してもらいたいなっていうのが、私は、はい、そっちの方が有効じゃないかなと思ってるんですよね。曲目選び難しいですよ ね、能楽の真髄に触れてほしいとなった時に、やっぱり舞がないといけないとか、我々の注文はやっぱりあるんですよ、脳ができるなるべく刺激的なものを用意してあげても、それはもう子どもさんたちにとっては刺激的ではない。本当は音三番目もののじっくりしたものが見られるようになったら、それはバンバイズなバンバン剤なんだけれども、でももう本格的なものを見せられて、もう嫌になられるよりは見栄えするものを見てもらった方がいいっていうのも分かりますしね、ちょっと見方が違うんですよね。今の、芸能とかエンターテインメントって多分こう受け身の状態で見ていても全然楽しめるような、まあ、YouTube の、まあ、動画もそうだと思いますし、向こうからやってきて、でそのまま、まあ、受け取ればそれでいいっていう刺激のある映像とか内容が入ってくるっていう、こっちから迎えに行かないといけない芸能じゃないですか、観客参加型の芸能なんで、いつも日常触れてるのとはちょっと違う態度で見ていく、まあ、絵を見たりするのと割と似てるかなと思うんですけど、そこがなんか埋まらないと、なんかずっと見てもらえないような気もするんですよね。そうですね。幼稚園児のたちだったら、室町時代の世阿弥がとかお話ししても多分意味が分からなくって、もういきなり体験に入るんですよね。その扇を触らせてみたりとか、こう切り抜いた紙のおもちゃをこう渡してみんなに見せてみたり、表面からの視野はこんな感じだよとか、あとはもう姉妹もあんまり説明しないでそのまま見てもらうと、声がすごく大きいってうるさいっていう子もいるし、シンプルな受け取り方っていうのが大事なんじゃないかなって思うんですよね。こう知識がどんどん邪魔していっているところがあって、見る目が曇ってくる、本当にこれ辛いなって思うのが、能楽堂に行く時に勉強しに来るみたいな感じで見に来られると、なんか本当に辛いなって思うですよね。その勉強じゃなくて娯楽じゃないですか。そうですね。リズムが体に響いて音を体で受け止めて、きらびやかな世界がそこに広がっていて、その中にある空間とか空気を味わう芸能じゃないですか。それはそう、幼稚園の子たちっていうのは多分勉強って思わないだろうし、むしろそっちの方が本質的な、ところついてる感じがしますね。例えばその時に見た模様が印象的だったとか、そしたら何か内容を出したいとか、もしかしたらそういうことにこうつながっていく可能性があるんですよね。着物の柄一つとっても、まあ、大きくて綺麗じゃないですか。能装束の綺麗さっていうの
綺麗って言えるととってもいいなと、うんうん、そういう感覚が養われてるといいですよね。いいですよね。そこからスタートだと思うんですね。そこからこれがどういうものでとか、舞台の文句はこんなんでとか、意味を知っていくっていうことにつながるのであって、 それがスタートだとちょっと辛いなっていう気がします。確かにそうです。中島先生に授業を受けてる子たちはラッキー。いや、まあ、私の授業が、まあね、いい授業かどうかそれは分かんないんですけれども、でもまあ能を肌身で知っている人から能の話を聞くのってとっても面白いと思うんですよ。あの勉強じゃなくて面白いものだと思って喋るから、はい、脳見たことなくても脳面白いって、あの来るほど面白いと思ってるやつがそこにいるっていうことを知ってるだけでも全然違うと思うんですよね、はい、なんか伝統のバトンを渡していければいいなとは思ってるんですけども、それを受け取った子たちが、まあ、脳を見るかどうかは知らないし、でもまあ経験としては残るだろうし、違うあの歌舞伎にお見に行ってもいいし、文楽見に行ってもいいし、新しいスタート地点を作ってあげる、作れると楽しいなと思います。教えるって結構難しいことだと思うんですけれども、教え込むって思ってる人もいるんですよね。その知識とか、まあ、この見方とかっていうのを、そのこっちが持ってるものを向こうに記憶させるっていう、そういうのを教えるって思ってるっていう人もいるんだけれども、実際はね、そうじゃないと思ってるんですよ。こっちが提供できるのはその出会いの場、知識とか、まあ、その素材と出会う場を提供しているだけで、どう受け取るかもう向こうの勝手なんですよね。向こうは考えて受け取れることしか受け取らないわけだから、それを信じるか信じないか、信じられなかったら多分教育できない。お能の稽古、いろんなね、お稽古方法があると思うんですけど、なるべく守っているのは、自分は能楽師だから能しか教えることはできないと。お稽古で教えることっていうのは、今日は羽衣ってなったら羽衣の曲をどう歌うのか、どう舞うのか、それを教えるだけでいいと思うんですよ。だからそこからいろんなことをこう吸収できるかどうかっていうのは本当にお弟子さん次第。どんな風に自分の教えたことができるか分からないので、なるべく純粋なものを稽古するようにしています。教えすぎると良くないっていうかね、やっぱりあって、教えすぎることの弊害、教えないといけないことでも、まあ、確実に決まって、それだけはまあ教えるけれども、そこから先はもう向こうの勝手っていうふうにしてやった方が、成果は出ると思うんですよね、とてもいいことされてるなと思って。抽象的なものを肌で感じてもらう稽古っていうのが、特にクロートの稽古の場合は大事なんだなっていうふうに思います。なので古い人たちっていうのはおそらくそういう稽古しか経験されてないでしょうから、ダメだったら殴られる、でその殴られるのが嫌だから、そのうち条件反射のように先生が近づくとピッと構えになる、そういうものがいいものを生み出すことはあるんだなというふうに感じますね。昔の先生、違うしか言わないです、基本的に。違う、やり直し、もっぺん、それしか言わないじゃないですか。それ、そっちの方考えるんですよね。違うって言われないためにどうしたらいいのか。考える、自分で考えるのが、それが学びだったわけじゃないですか。今ちょっともしかしたら教えすぎ。教育でもそうですし、まあ、農学の検証でもそうかもしれませんね。知識を与えすぎ、与えられすぎとか。もっと自由に見ればいいのに、もっと本気を楽しめばいいのにとはいつも思います。たまたまその入った中学校に洋曲部っていうクラブがあったんですよね。でそれも全然興味がなかったんですよ。洋曲っていう言葉すら知らないですからね。で人の前で歌って踊るなんて、なんて恥ずかしいクラブだろうと思ってたんですけども、たまたまその、まあ、バレーボール始めたんですけど、全然こう相性が合わなくて、やめちゃってブラブラしてた時に、担任の先生がその洋曲部の顧問だったっていうのがスタートです。表情の島に最初に習った時に、なんだこれはって思いましたね。これやりたかったことじゃなくて、もともとこう人前でこう変な踊りを踊ったり歌ったりする、まあ、割と好きだったんですよ。別にそれは洋曲じゃなくって、もしかしたらダンス部でも良かったかもしれないし、はい、たまたま洋曲部のクラブだったっていうだけなんですけど、その時の衝撃はもう忘れられないんですよね。
世阿弥なんていう言葉も、まあね、全然つながらなかったですし、面白い、これは面白いやつじゃないかって思いました。タダ券でね、いただいて見に行ったんですけど、昔の、あの金剛能楽堂ですよ、室町にあった。そしたらあのミス席ってあるじゃん、あったんですよね、昔ね。そこに、入れてもらって、そしたらせっちゃんって言ってお茶運んでくれるあのおばちゃんがいてて、そのおばちゃんがまた面白くって、であのちっちゃな屋台にねお茶入れて、でそれ持ってきてくれるんですよ。で足伸ばしながらバナナ食べながら面白いなーって思ってくるあ昔あのミス責任のところで、まあ、ご飯とか食べられたし、あの全然堅苦しいっていうのは、ね、ないんですよ。脳の最初のこうファーストインプレッションでとってもよくて、それが良かったんじゃないですかね。ああ、それは面白いですね。まあ、その能楽堂ってね、今、まあ、ほとんどの能楽堂が、まあ、椅子席で、飲食禁止で、まあ、なんだ東京だったら拍手もするなって感じじゃないですか。なんかすごく堅苦しいなって思ってて、ね、まあ、個人的には関西のその、マス席で育ってる人間なので。もっと気楽に見たり、もっと楽しく見たり、その空気を楽しんで、足投げ出して、だらっと見て、雰囲気だけ味わって帰るのが好きです。愛狂言になったら、後ろの方でね、こうガヤガヤとこう雑談が始まったりして、でうるさいっていうのが、それはまたうるさかったりとか。まあ、昔の現象ってとんでもなかったですよね。みたいですね。なんかね、タバコも吸ってる時期がある。ああ、ありましたよね。私の時はもうタバコ吸ってる人いなかったんですけど、タバコの匂いはあの漂ってきてました。そうですね、時代を感じますね。やっぱり芸術鑑賞っていう感じですね。今のこう能楽堂に行くっていうのが、そうですね、何かこう美術館に行くような感覚に近いじゃないですかね、博物館とか。そうですね、なんか慎んで見るというか、水前を垂らして見るみたいな感じ。まあ、それはそれでいいと思うんですけど、 そうですね、それも楽しいんですけど、あのそうじゃない世界もあったし、あってもいいなって思って、まあ、そういう雰囲気が戻ってもいいなと思ってます。高校も洋曲部で、洋曲部で大学生兄弟に行って、兄弟本郷会に入られたわけですね、はい、自然に入られましたよね。そうですね、あのどうあの本郷会に入るために兄弟に入ってるんで、そうなんですか。同社に入ってもいいですけど。すごいですね。はい、もう能ばっかり見てたんですよ。で、あのチケットをね、はい、あの抽選でチケット当たりますってたまにあるじゃないですか。はい、でこまあ、チケット出したりするじゃないですか。あれもうとことん応募してたんで、でどうも高校生とか中学生とかって当たるんですよ。はあ、なぜか。いや、分かりますよ。なんかね、あの送ってやろうかって多分思うんだと思うんですけど、まあ、年間あの時何番見てますかね、なんか年間数十番見てますか、そんなに高校生すごいですね。能のプロってこんなに素晴らしいんだって、こんな向こうの向こう側に行けたらどんなに素晴らしいだろうって思いながら見てました。じゃあすごく能楽と近い生活されてましたね。そうですね、あまり話は合わなかったですけど、ね、まあ自然とそうなるんでしょうね。それで能楽師になろうというのは考えられたことはないんですか。能楽師、完全になろうというのは考えたことがあるんですよ。あるんですか。専業能楽師になりたいなというのもあったんですけど、はい、やっぱりね、こうなってやればやるほど自分の限界って見えてくるじゃないですか、自分の才能のあるとこないとこ、そこでやっぱり、あ、もしかしたらないかもって思って、でちょっとやっぱり引いちゃう。そうでしたか。じゃあもしかしたらちょっと先輩になったかもしれません。なってたかもしれないですよね。面白いですね。うち弟子になって10年ぐらいそこで勤め上げないとプロになれないっていう世界だったじゃないですか。そうですよね、やっぱりハードルは高かったですよね。今も高いかもしれないですけど、でももう、ね、でも新しい方たくさん入って、これは、ね、そうですね、増えてますよね。まあ、あの外からの、ね、方多いですよね、今はね。でもそういう方も活躍できる本当に世の中になりましたからね。そうですね、若い方がたくさん活躍して、若い人の感覚で歌を務められるっていうのはとってもいいことだなって思って、それがこう
切り傷とか、そういう世界になればいいなと思います。そうですね、そんなのが一人です。